なあ警察からこの人って言ってないよ。警察から言ったぞ今。そっか。ってお前それ言いに来たんだろ。お前それ言いに来たんだろ。その金まず、うん、お前何持ってるんだそれ。かっぱらったのと同じだぞお前。うん、人の金取りに来るだけで取って、そうやってお前脅かしに来て。行ってみたいと思います。行くぞ。プリで食感もすごい良くて激フェニックス。エビが口の中で踊ってます。フェニックス。今先ほど先ほどじゃないですか、ね、もう一回だけちょっと最初から泉食堂さんに行ってきます。そばは手打ちそばということで、今回頼んでみたのがですね、ちょっと有名どころをちょっとおすすめ聞いてみたんですけど、タコ天山菜、あ間違った、ごめんなさい、豚肉山菜天そば。かき揚げの方でもなんか最近人気があるということで、タコ天とごぼうのかき揚げを頼んで食べたんですけれども、そばは本当に、まあ、見た目はですね、本当に手打ちって感じの麺なんですけれども、今泉食堂さん食べてきたんですけれども、まずやっぱ有名なだけあって、まあ、着いた瞬間やっぱ駐車場はすごいやっぱもう満車状態でした。たまたまちょっとこう1台スペースが空いたので、まあ、スムーズに入ることができたんですけれども、で実際に、まあ、おそばですね、人気あるというのを食べて見たんですけれども、まあ、手打ち感、麺も本当に手打ち感はすごくてですね、まあ、平べったいちょっと縮れ麺的な感じなんですけれども、まあ、味もすごい絡み合って、あ、じゃあ本当にそばですね、今まで食べた中で本当に一番というぐらい、
泉食堂さんで、お蕎麦を食べてきました。でお蕎麦なんですけれども、豚肉、山菜も入った豚肉天蕎麦ですね。で、まあ、味は本当にいいですね。まあ、内容つゆもすごい出汁が効いて、麺も、手打ち蕎麦っていうだけあって、本当に見た目でちょっとひらめのちょっと縮れた麺なんですけれども、すごい味も絡み合って本当に美味しくてですね、まあ、今まで食べた蕎麦の中でも一番本当に美味しくて、また本当食べに行きたくなるような味でした。で、まあ、お店の中にもですね、本当に有名なだけあって、サインとかもたくさん並んでてですね、まあ、お笑い芸人なんかおぎやはぎさんですとか、まあ、他にも結構有名なところのサインがたくさん並んでいまして、まあ、向川町ですね、今度ぜひ近く、向川町、間違えました、ごめんなさい、日高町に来た際にはぜひ皆さん、泉食堂さん、手打ちそばの泉食堂さんという名前をぜひ覚えて行ってみていただけたらなと思いますので、ありがとうございました。いや、また本当に食べたいですね。食べたくなる味です。泉食堂さんのめちゃくちゃ美味しいお蕎麦に、Thanks。泉食堂さんのお蕎麦を食べてきました。豚肉山菜天ざる蕎麦、山菜と豚肉が入ったお蕎麦なんですけれども、麺自体本当に手打ち感がある平麺のちょっと縮れた麺なんですけれども、味もしっかりと絡み、めちゃくちゃ美味しかったです。本当に今まで多分食べた中でも本当に一番って言いたいぐらい、またちょっと食べたくなるようなすごい美味しい味でした。でお店入った時もですね、店自体やっぱり人気なだけあって車もすごい混んでまして、たまたまちょっと1台すぐ空いたのでスムーズに入れまして、中入ると有名な方も結構来られてるみたいで、サインがずらーっと並んで、まあ、お笑い芸人でいうとおぎやはぎさんとか、そういったちょっと有名な方のサインがありましたね。まあ、日高町にもし来たらですね、こう泉食堂さんという名前を皆さんちょっと覚えていただけたらなと。たら日高町泉食堂、日高町泉食堂、日高町の泉食堂、最高。本当にまたちょっと行きたくなりますね。あの味、まあ、あのそばのつゆの中にも飛び込みたいぐらいなので、ちょっともう一回泉食堂さんに行ってきます。1位ですね。一番うまいかもしれないです。一番というぐらい